劇場版シュタインズゲートドラマ CD 陰海曲折のシンフォニア。あら、先輩からだわ。ハロー先輩、お疲れ様です。ええ、そうなんです。帰国まであと1週間くらいでして、日本の友人たちにプレゼントを買おうと思い立って、今ショッピングモールに。まあそんなこと言ってますけど、私にだってそれぐらいの女子力はありますよ。了解です。赤を入れた論文のゲラ原稿は編集部に発送済みですので、ご心配なく。はい、お気遣いありがとうございます。それじゃあ。さてと、でも待て、プレゼントって言っても、マヨリとウルシバラさんにはソーイングセットでいいわよね。まあ無難な感じだけど、そんなもんでしょ。橋田には、そういえばあいつ以前北米版無修正のなんとか送ってくれとか言ってたっけ。って変態にそんなまた旅あげてどうする。私にしたってどんな顔してそれを買えというのか。まったくもう、橋田には適当でいいか。それとフェイリスさんとキリュウさん、店長さん、ナエちゃん、それくらいで十分かしら。あとは岡部か。あいつ何をあげたら喜ぶだろう。Tシャツ。普通すぎる。こんなの誰にだってあげられるし。帽子。あいつに帽子って似合わなさそうね。あ、このステッカーとかって、これも普通か。普通じゃなくて、ちょっとだけ特別感のある何かがあるといいんだけど。指輪か。仮に私がこれをあいつにあげたらどうなる？例えば、あくまで例えばだけど、あいつがお礼にって、私とあいつの二人っきりで綺麗な夜景の見える展望レストランで食事っていう流れになったりとか。そして大場の瞳に乾杯だ、クリス。乾杯。今夜は楽しいひとときだったな。ええ、本当に。それでこの後のことなんだが。え、まさかそれってああ、見ての通りルームキーだ。実は下の部屋はもうすでに予約してやる。岡部。クリス、今夜はお前を返したくない。うん、私も朝までずっとあんたと一緒にいたい。そうか、お互い気持ちは同じなんだな。クリス、愛してる。私も愛してる。証明。そう、何事も科学的証明が必要。今現在心拍数が急上昇しているのは、栄転神経系で脳内麻薬のドーパミンが過剰分泌されているから。フラクタル機械においてカントール集合を考えた場合、楕円状のワイルストラスのゼータ関数であるところのセロトニンによって、この興奮も徐々に沈静化していく。妄想を打つね。岡部に限ってそんな大人な対応してくれるとは思えない。さて、どうしようかしら。ふぅ、この調子ならこのコスモあと3日ぐらいでできるかな。夏コミマまでもうすぐだし、気合い入れて頑張らなくっちゃ。ルカ君、新しいコス喜んでくれるといいな。お、電話。はいはーい。お、あ、クリスちゃん
かしたの？クリスちゃんは今アメリカ？ええ、そうよ。ということはこっちとは時差があるんだよね。そうね、そっちの方が半日ほど進んでいる計算になる。秋葉原は午前中でも、私にしてみるとこんばんはってところね。じゃあ間を取っておはこんばんちは。マユリは相変わらずね。うん、マユシーはいつでもマユシーだよ。ちなみにマユリは今どこにいるの？ラボでお留守番中なのです。オカリンもダル君も今はお出かけ中。オカリンいつ戻ってくるかな。ごめんね、マユシーは時間を聞いてないので。あ、いや、誰もオカベに取り継いでほしいって頼んでないから。え、オカリンに用事じゃなかったの？もうどうしてそう決めつけてるのよ。あいつに用事があるんだったら最初から携帯に電話しているわ。ああ、それもそっか。で、再確認だけど、マユリは今一人なのよね？うん。さあ、邪魔者がいないのは好都合だし、よかったわ。邪魔者？あ、うん、別にこっちの話だから気にしないで。実は、マユリに、その、ちょっと相談に乗ってほしくて。うん、いいよ。どんな？プレゼントを買いたいんだけど、どんなものがいいと思う？プレゼント？ねえねえ、誰に？誰にあげるの？それは、知り合いよ。マユシーの知ってる人？どうかしら。じゃあ、どんな人？うん、一言で言うと、理想家ね。理想家？あと、ロマンチスト。ロマンチスト？ちょっと古代妄想が入ってる。古代妄想？あ、でも本当はすごく仲間思いよ。仲間思い？それに優しい人。優しい。そっか、つまりオカリンだね。違うから。でもクリスちゃんが言った条件に当てはまる人なんてオカリン以外いないよ。それともクリスちゃんにはオカリンの他にもオカリンそっくりな知り合いの人がいるの？それは、あ、そうだ、お世話になってる教授よ。その教授へのプレゼントなの。それだ、それよそれ、教授へのプレゼント。そういうことでよろしく。そっか。じゃあそういうことにしておくね。わかってくれて助かる。力を貸してくれる？うん、マユシーに任せなさい。サンクス、心強いわ。それでマユリだったら何をプレゼントする？何がいいかな。もらった人がしっかり胸に刻んでくれるようなものがいいな。胸に刻んでくれるもの、ね、あ、そうだ、マユシ、とってもいいアイディアを思いついちゃった。ズバリ本場のドクペだよ。それならオカリンは喜んでくれるんじゃないかな。ドクペか、なるほど。あいつもいつも飲んでるし、選択肢として十分ありえるわね。そういえばあいつが前にアメリカに来た時ダイエットドクペをあげたことがあった。日本ではまず入手できなくて、アメリカでもリア度の高いドクペとかなら悪くないわね。うんうん。マユリ、もう一度言うわよ、しっかり聞いてね。プレゼントを送る相手は岡部じゃない。プレゼントを送る相手は岡部じゃない。アンダースタン？大事なことだから2回言ったんだね。了解なのです。他に何かアイデアはあるかしら？他にか。じゃあね、じゃあね、自分とお揃いの何かをプレゼントするっていうのはどうかな。それってもしかして
ペアルックとかそういう類のもの。素敵だなって思わない？マユシ憧れるな。それはちょっとハードルが高いというか、一足飛びすぎてもらった側が重荷に感じないかしら。そんなことないと思うけどな。次行きましょう。じゃあこう考えてみるのはどうかな。クリスちゃんがプレゼントしたものをね、その人が実際に身につけているところを想像してみて。って、前よりさりげなく身につけるものに私の思考を誘導した。えへへ、まあとりあえず騙されたと思って想像してみてほしいのです。私のプレゼントを岡部か、じゃなくて教授がね。何か見えた？いいえ、全く。じゃあ今クリスちゃんが思い浮かべてるその人はどんな格好をしてる？きっとね、その姿がクリスちゃんが一番好きなその人の姿だと思うんだ。それ心理テストか何か？でもあいつっていつも同じ格好しかしてなくて、シャレっ気なんか全くないし。うんうん。でもあいつ自身はそれが気に入ってるみたいだし。あ、そうか、そういうことか。何かヒントになった？サンクス、マユリに相談してよかったわ。よかった、クリスちゃんの役に立てて。じゃあ切るわ。そうそう、そっちには来月3日に着く予定よ。わあ、本当？じゃあ空港まで迎えに行くね。え、会えるのを楽しみにしてる。それじゃあ。クリスちゃんも女の子だな。それにとってもわかりやすいツンデレさん。来月が楽しみだな。さて、作業の続きに戻ろうっと。お、あれれ、また電話。今度はオカリンからだ。てってれー、マユシーです。俺だ。まずいことになった。出先で機関からの妨害工作に遭い、身体極まった。施設面の店員を装ったエージェントめが半額セールという歌い文句に惹かれて行ってみれば、なんと婚約指輪を俺に勧めてくるではないか。わあ。いいか、俺が人に指輪を贈るのは過去にも未来にも一度だけだと運命で決まっている。すなわち悠久なる縁で結ばれしフェニックスクルセイダーズに約束されしラグナロックの訪れを告げる時だ。それなのに機関名、この俺に運命の盟約を破らせようとするとは。我が右腕に秘められし封印が。オカリン、そのお店に何しに行ったの？ああ、女性が喜ぶプレゼントはいかがですかという話を聞いて。そっか、女の子へのプレゼントを買おうとしたんだね。あ、しまった。あ、いや、そうではなく、もしかしてクリスチャンへのプレゼント？朝から張り切って出かけていったもんね。ゲカッ、バカを言うな、マユリ。このキワキのマッドサイエンティスト・フォーイン・キョーマがあんな助手なんぞにプレゼントなど。えへへ、別に隠さなくたっていいのに。そうだよね、クリスちゃんもうすぐ日本に帰ってくるもんね。誕生日も近いし。ウェイウェイウェイ、だから先走るなというのだ。もしこれが機関に知られたら。じゃあ今のは内緒にしておくね。ああ、そうしてくれ。それでもいい、この状況お前ならどう打破する？打破？適当に何か買って機関を欺く必要がある。何を買えばいいかってこと？本質的に言うとそうだ。察しが早くて助かる。マユシーはオカリンの人質だもん。オ
カリンのことは大体わかるよ。よし、ではアドバイスを頼む。誰にあげるかは知らないけど、プレゼントだったら可愛い服がいいと思うな。服か、なるほど、確かにそのあたりが無難だろう。きっと喜んでくれるよ。よし、今売り場に移動する。一度電話を切るぞ。オカリ大丈夫かな。あ、早い。はいはい、てってる。俺だ、女性服売り場に着いたぞ。どんな服がいいかな。例えばプレゼントをあげる人に似合いそうなものを考えてみるとすぐ答えが出ると思うけど、さっきもそうだったし。さっき？うん、さっき。へへへ。え？ああ、だが似合いそうな服か。むむむむ、あいつに似合いそうな。あ、ダメだ、白衣しか思い浮かばん。白衣か、考えることは一緒なんだね。マユリ、笑ってないでサポートしてくれ。このままでは機関の罠に対抗できない。あ、そうだ、マユシ、とってもいいことを思いついたよ。季節は今夏真っ盛りでしょ。だから水着がいいと思います。なるほど、一理あるな。よし、水着売り場に移動する。今年の流行は何かな。雑誌とか見るとね、結構フリフリのフリルとかついたものが人気みたいだよ。水着なのにフリフリだと、女の好みはさっぱりわからんな。よし、着いたぞ。ってちょっと待て、どうしたの。いや、その店員も客も女性だらけで、男は俺一人なんだが。女性用の水着売り場ならそうなるんじゃないかな。どいつもこいつも機関の手先か。イービルアイで容赦なく俺を見つめてくる。まずい、まずいぞ。俺は今すぐこの場から戦略的撤退をする。え、水着は選ばないの。これ以上この場にいたら命がいくつあっても足りない。そうなんだ、じゃあ水着は諦めるしかないね。でも他だと下着売り場くらいしかないかも。し、下着だって。明らかに水着売り場よりデッドゾーンだろ。大丈夫、マユシーを信じて。マユリがそう言うなら分かった、地獄の底まで付き合ってやる。現場に着いたらまた連絡する。オーバー。オカリ頑張って。マユシーはここから祈っていることしかできないけど、オカリンならきっとやれるよ。お、かかってきた。てってれー、到着した。どう、やはりここはデッドゾーンだ。女性客が俺を見て何やら耳打ちし合っている上に、店員までもがあからさまに俺を警戒している。この状況で俺に一人でプレゼントを選べというのか。まさか世の男どもはこんな恐ろしい儀式を乗り越えてきたというのか。だとしたら俺は機関の罠を甘く見すぎていたのかもしれん。封印した右腕に続き左腕までもか。オカリ大丈夫、無理しないで。マユリ、俺はもう帰るぞ。うん、とっても辛そうだもんね。ごめんね、マユシーが変な指示しちゃったせいで。だが、あるいはもっと機関の目の届かない場所ならまだ俺の体力もギリギリ持つかもしれない。え、そうなの？そうなのだ。他にいいところはないか、マユリ。それじゃあ、あ、そうだ。マユシーがよく行くお店とか。
それはどこだ。秋葉原のコスプレショップなんだけど。そうか、ホームグラウンドに戻るという手があったか。そこなら闇の正気も薄らいでいるかもな。よし、今からそこに向かう。オーバー。はあ、マユシーの胸までドキドキしてる。オカリすごく苦しそうだったし、マユシーが平気な場所でもオカリにとっては辛いなんて、なんだかそれって寂しいな。もしもし、オカリ？俺だ。ポイントガンマに到着した。大丈夫？もう落ち着いた？ああ、移動に30分近くかかったしな。それに久方ぶりに我が町に戻ってきたこともあって人心地ついている。ここには機関の手は伸びていないようだ。助かったぞ、マユリ。でもコスプレショップにはコスプレ用のコスチュームしか売ってないよ。それをプレゼントにしていいのかな。もちろん、マユシー的にはクリスちゃんのコスプレ姿を見ることができるのは嬉しいけど。確かに、ざっと見回してもセーラー服にメイド服にナース服、巫女服、そんなものばっかりだな。例えばオカリンの見立てとしては、どの衣装がクリスちゃんに似合うと思う？ね、あいつは結構スレンダーだから、腰のラインがはっきり見えるような感じの。何を言っているのだ、マユリ。助手に似合うコスチュームだと？ちなみにマユシーのおすすめはマギマギのポムポムかなって思うんだけど。いや、俺があいつにコスプレ衣装をプレゼントしてあいつが着ると思うか。そんなことしたら脳髄を引き抜かれてハイヒールで踏んづけられて終わりだ。ではなく、助手にプレゼントを送るなんて一言も言っていないわけであって、これは機関の陰謀だ。もういい、運命は俺自身の手で切り開く。ちょっと、オカリン、ちゃんとクリスちゃんへのプレゼント一人で選べるかな。心配だな。運命は俺自身の手で切り開くか。それでまっすぐ八重洲にあるデパートに来るとは。何を買うべきかなんて最初から決めていたってことだ。それなのに、まったく何をいちいち空回りしてるんだろうな。俺も大概育児のない男だ。ふらふらと迷うんじゃない。男だったら好きな女のために信念を持って行動しろよ。実に単純なことだ。あいつが喜んでくれると俺も嬉しい。そうだ、俺はあいつの笑顔が見たいんだ。いつも怒らせてばかりだから。違う世界線であいつは言っていた。俺だけが知っているんだ、あいつが欲しがっているものを。本当は1年前にあげたかったんだが、いろいろあって1年経ってしまった。あいつへのプレゼント、クリスへのプレゼント、それに一番ふさわしいのはフォークとスプーンのセット。そうだろ、クリス。それがシュタインズゲートの選択だ。
さかいつも自分で使ってる大学の生協にあいつのプレゼントを買いに来ることになるとは。なんだか不思議な気分。まあでもあいつのどんな姿が似合うかって言ったらやっぱりこれしかないし、それにこれだったら偶然余ってたからって言い訳できるから一石二鳥だしね。そうよ、認める。なんだかんだ言って私は好きなのよ、あいつの白衣姿が。ついでに自分のも買っていこう。ある意味お揃いのペアルックね。まあいいか、どうせあいつのことだからそんなことにも気づかないだろうし。これがシュタインズゲートの選択だって岡部なら言うかな。ねえ岡部。なあクリス、あんたは私が日本に帰るのを楽しみに待っててくれるのかな。お前は俺と再会するのを楽しみにしてくれているんだろうか。あと一週間か。そして劇場版へ続く。